クサストロー IT オートメーションはシステム設定をデジタル化して一元管理するためのオープンソースのフレームワークである。システムパラメータは自動化ソフトウェアを介してシステムに設定することが可能となっている。クサストロースイートのツールである。クサストロー IT オートメーションのライセンスはアパッチ2.0ライセンスで公開されている。設計、開発、設定。 運用といったシステムのライフサイクル上にある情報をデジタル化した情報をもとにして自動化、省力化を行うことでシステム構築を取り巻く3つの問題。1、データ多重管理による設計ミス。2、複雑な人手作業によるオペレーションミス。3、作業記録不足による障害対応遅延を解消する。IT オートメーション一六0ダッシュボード s t ストロ w i t オートメーションは PHP で実装されている。GitHub 上でリリースされている。2020年1月31日1.3、例2020年4月7日1.4、例2020年7月31日1.5、例2020年11月25日1.6、例2021年4月9日1.7、例2021年6月1日1.7に NEC は、 システム構築の自動化を支援するソフトウェア、クサストロー IT オートメーションを開発し、2019年4月にオープンソースソフトウェアとして公開した。OSS として公開された背景として、NEC がこれまで様々な案件をもとに培った SI のノウハウや実績を持っており、クサストロー IT オートメーションはこれらの経験から出てきた課題をもとに制作したソフトウェアである。多岐にわたる システム構築プロジェクトで草ストロー IT オートメーションを活用して自動化を進めていた。しかし、昨今の大規模システム構築では、複数企業で行うことも多く、本ソフトウェアのような自動化ツールのニーズが高まってきている。草ストロー IT オートメーションを OSS 化することで、市場で広く本ソフトウェアを共有して、他のソフトウェアとも連携して、 エコシステムを形成することにより新たなビジネスモデルを創出した社会価値創造を目指している。ありがとうございます。